はるかのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、はるかです。今日は海上自衛隊の新型汎用護衛艦 25DD の艦名は3文字をお届けしますね。このほどネット上で三菱重工業が建造する 25DD の写真が公開された。写真を見ると当艦は間もなく浸水し観光する見通しだ。平成25年度護衛艦 25DD は海上自衛隊が2013年に防衛省の予算に計上した新型多用途護衛艦だ。写真を投稿した日本のネットユーザーによると、3枚の板で遮られている艦尾には艦名が書かれている可能性があり、そのため艦名は3文字の可能性があるという。ネットの反応、潜水艦絶対コロスマンか、アルバかな、朝日、初日あたりかな、ムツキ、ユーゴモだと思ってたんだが、ムツキだったら加賀みたいに一部の人たちが喜ぶかもな。ムツキだと12全部欲しいな。3文字2隻ならあられ、霞もいい。朝日じゃあまり騒がれないかもな。しぐれは未だなかったよね。潜水艦退治に実績のある3文字の駆逐艦、牛尾、しぐれ。前者はいずれ復活するであろう。潮、潜水艦と被る。後者は雨型 DD と微妙に被る。吹雪でよろしく。26DD が同型になるのかわからんけど、たかだか2隻でバリエーションいろいろある名前採用するのかな。 DX なら吹雪とかムツキとかつけそうだけど、潜水艦絶対コロスマンね。 VLS は12セルと半減しているわけだが、対戦機能強化も含めて考えると艦隊を組めば外周を担当するんでしょう。 VLS は戦闘中には再装填できないから相当の検証が必要なはずで、まあその結果補給までに16で十分と結論出したが、32使い切るまでに沈められるという現実的実践向きな結論で作られたか、どっちかなんだよな。そも32がイージスシステムを持たない艦を防衛するためだから、時間のみで完結する防衛だけならこんなもんか。ともかく何でも積みたくなるものだけど、いらないものはいらないと判断できる方が実際の戦争に強い。浮いた建造費50億は他に回せるしね。雨や霧は戦闘中は単 SAM 発射機の8発だけで戦ってたわけだから、32発もあれば十分だろと言われればそうなのかもしれないが、ぶっちゃけ言って潜水艦攻撃の大半は SH だし、普通は複数艦で行動するから、潜水艦攻撃にアスロックを単艦で何発も撃つことはないし、おまけに ESSM 導入でワンセルに4発搭載しているから、これ以上増やしても FCS やレーダーの能力が足りず、洋上爆薬庫にしかならないんだよな。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。またグッドクリックやコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。